はい、今回も将棋の実況動画頑張っていきたいと思います。10分でいきます。お前が後手だ。二段の方ですか。対局開始。角換わり系になる感じがしますね。雁木やってもいいんですけどね。角換わりかな。角換わりになると思います。角換わりにならない。角換わりにならないのか。雁木やります。そうですね、雁木はあんまり慣れてないですけど、まあまあたまにやるんで。今相手の方は矢倉の感じかね。まあつながりますね。羽生さんが竜王戦で、まあ、雁木を採用されまして、そうですね、確かまあ、さあここ風船のところで銀上がって飛車振った感じですかね。自分はクリリンみたいな形で進んでいきたいと思います。進行がよくわかりませんが、まあ玉寄ります。そうですね、角が来ちゃうので一回突きますね。あ、それも角来るか。これって同歩同銀同銀同角で飛車に当たってしまうので、ここは取れない、取れないです。まあ、ここで交換しておきましょうか。まあ終わったら飛車が死んじゃいますね。でここで、ここだと、ここに避けたら角に当たっちゃうので、ここに避けておきましょう。そうですね、ここで銀出る手が、そうですね、まあ、ここは下がっておきますか。いや正直きつい感じありますね。あー、指し手が早いですね。そうですね、これが同銀取られた時に、まあここは取られないように飛車ですか。なるほど、なるほど。巻き上がりますか。飛車ですね。まあ打たれたら銀が死んじゃいますね。で受けると、そうですね、まあ銀ですか。この瞬間に何かしらの攻めがないときついですね。さあこれでも歩打ちで、まあ、金寄って歩打ちに銀を下がるっていう手を用意する。とかまあ歩から7分。あ、歩打ったらこっちですか。なるほど。まあ歩打ちですかね。いや結構時間使ってるな。てか指し手が相手の方早いですね。いやー早くて、まあ、ここに歩がないんで桂跳ねてここに歩打ちって言ってもなくはないですかね。角が効いてなければ銀打ちたいところなんで、角が金跳ねますか。どうぞ、なんかノータイムで刺されてる感じがしますね。
うですね、桂がただ取られちゃう。まあそれなら歩打ちですか。ここは一旦、まあ、同銀なり全然違う。玉が狭いから何かしらの手があれば一気に詰めそうな感じもなくはないですけどね、そうですか。この桂を活用したいですね。より、ですね。いや難しいですねこの局面。なんかいい手が浮かべばいいんですけど、正直この局面、自信がないですね。5分、何かしら手があればいいんですけど、何か手がなさそうな。同金同歩なり同金でもやっちゃう。この桂が無駄になっちゃうのはちょっと気に食わないですから、ついて同金に角で銀取って、いやーこれ厳しい。まあ仕方ないですかね。切られるのは仕方ないと思う。まあこの局面が良くはない局面で、まあ、銀が下がってもらえる。あ、でもここにまあ歩打ちますかね。こちらよ、こっちに、こっちに寄って、一応相手の方の玉が狭いので、こっちですかね。こっちに寄ったらどうですか。こっちに寄りますね。金が玉から離れちゃうのはちょっと嫌な感じがしますね。ここで角切って同角同飛ありますかね。そしたら歩って感じですかね。金で銀の後ろの歩を外されるともうこっちの攻めがなくなっちゃうので、その前に蹴りをつけないと負けてしまうという局面なので、飛車さえ入れば詰むんですよね。銀から、結局この角が使ってない。そうですね、まあここは銀取るしかないですかね。でまあいきなり瞬間、3分時間がない。いや本当に厳しい。そうですね、手がこっちないですね。本当により金ペチペチ貼っていきますか。2分30秒ジェーマン切って、これは一応オープンしますね。瞬間腕を受け、腕を受けてですね、この瞬間に次
次はないですからね。こっちが攻め切れれば勝てるかなっていう局面ですね。飛車下がって、まあなってるようで遅いですかね。いやでも、なるほど、まあまあ金取ったら詰みですからね。2分、金打ちから上がって、あ角ですか、あなるほど。じゃあここで詰まさないといけなくなっちゃったと。金打ちから、金打ちから同金、受ける、受ける手が、そうですね、あでも角打って上がったら1分30秒、避ける手がありますかね。いや避ける手が、なるほど。でこれで、いやこっちは受けなしですかね。1分、いや飛車取ってる、あ詰みですかね。銀、この銀打ちをどうにか受けなきゃいけない。意外に詰まないんじゃないかな、この形は。ただ時間がないんで、正直大手ラッシュとかを食らったら負けな感じがしますね。でここで銀打ちに上がって、角打ちで飛車取って、でも金とかでね、金がないから、あでも左からの詰みがあるのかな。左同玉、それでも上部に逃げられますからね。それが結構でかいですね。こっちは受けは、まあ角打ちとかですか。でもそしたらまあ金取ったりして上がりますね。あ、悔しいじゃろ、やらかしましたね。この悔し涙を力に変えるんじゃ。もったいないですね。あでも今も詰まったんだな。なり、あ詰んでそうですね。いや負けですか。いや強かったですね。ありがとうございました。